かぼちゃクリームを作ります。かぼちゃ 200g、 ふんわりとラップをかけ 500W のレンジで4分加熱します。竹串がすっと刺さる硬さになれば OK です。加熱したかぼちゃ、バター 15g、 砂糖 15g、 牛乳 30cc、20から25回程度ブンブン引っ張ります。しっとり美味しいかぼちゃクリームの完成です。